日向いろは、このドラマ CD に大いに不満があります今回私と先輩のイチャイチャラブラブシーンがあまりにも少なくないですかメインヒロインですよこんなに可愛いんですよ聞いてくれた先輩だって期待してたはずなんですよそれなのに初登場の緑部長に美味しいところを全部持っていかれるなんて 不覚そういうわけですから先輩今日は一日私とがっつりデートしてもらうんでたっぷり埋め合わせしてくださいやってきましたのはここワンシャインシティ若者たちのデートスポットとして10人に8人くらいは選ぶであろう定番中の定番なんですけどまあ先輩にはピンときませんよね先輩 デート経験ゼロから始めるひもて生活ですもんねまあでも安心してください私相手だったら何度デートに失敗してもやり直しさせてあげますから不慣れな男の子を導いてあげるのもできる後輩の務めってやつですからね